どうもプーヤンです、今日はですね新幹線の撮影をしようと思って、撮り鉄の機材一式を持ってですね出かけたんですけれども、ちょっと向かってる間にですね、なんと八高線でですね、DD51 の、訓練、運転士さんの訓練だと思うんですけれども、その訓練の運転がですね試運転されるという情報をですねちょっとキャッチしましてですね、これあくまで未確認情報なんで、もしかしたらガセネタの可能性もあります。ガセネタの可能性もあるんですけれども、DD51 のですねプッシュプル、旧型客車をDD51 がプッシュプルしてるというですね、情報を聞いてはですね、ちょっとこれ見逃せない。何時に走るのかっていうのもね、こう筋がねの情報、筋の情報がねないんですよ。これもう本当ね、行き当たりばったりのね、もう本当に思いつきの撮影になっちゃうと思うんですけれども、これうまく撮れたらもうラッキーということでね、とりあえず向かってみたいと思います。いた DD51 895と888、すごい、これすごいな。はい、ということでですね、情報は本当でしたね。いや、それにしてもですね、この DD51 の888、これね現職なんですけれども、いわゆる国鉄からですね、もう愛知の方でもなかなか国鉄カラーって見ることできなくなっちゃったんで、非常に貴重ですよね。ご覧の通りですね、かなり綺麗に、磨かれてますね。ピカピカですね。非常に状態のいい機関車ですね。これ今からですね、多分高崎の方に戻ると思うんで、ちょっと沿線で追ってみたいと思います。はい、そんなわけでですね、結構ゆっくり走ってたんで、車で追いかけてもですね、もしかしたら追いつくかもしれないということで、ちょっと高崎の方まで追いかけてみたいと思います。